はい、桑田和子のオンラインミニ講義第64回です。今回は権威の2回目、権威は何によって生み出されるのかという話をしていきます。まず権威とは自発的に、同意服従を促す能力あるいは関係ということでした。強制的にではなく武力とかもうそういう圧力をかけて同意したり服従をさせるというのではなく、相手の側が自発的に同意してくるようになる、服従というとちょっとね言葉的に、強い感じがするんですけれども、そういう、能力だったり関係性になります。で、権威は前回も言いましたけれども、一人一人違った形の権威を持っています。皆さん必ずご自分らしい権威というのがあります。で、この権威というのはですね、やっぱり自分自身が本来の姿で輝いていくためにはどうしても必要なものとなります。ではこの権威は何によって作られるのか。信用と信頼によって作られます。信用というのはその人がやっている物事ですね、その出した成果や結果ですね、出した成果や結果によって、この人はそういう成果や結果が出せる人だということで信用される。で、一方信頼というのはその人が何をしたかというのではなく、その人そのものが本当に信じられる、信頼に値する人だというと、人間性とか人格ですね、そちらの側から作られます。もうちょっと言っていくと、行動をしての成果、行動した結果として現れてくるものとオーラの両方が必要になってきます。では、成果の方ですが、成果はもうすでに出しているもの、それだけではなく、今はまだ出していないんだけれども、将来必ず出すと、そういうふうに確定しているというか、確実に出せるもの、この両方になります。で、オーラはですね、オーラっていうとこう、何色、黄色とか紫とかそういうふうに思われるかもしれませんが、そういうものではなくて、そういうものというか、なんか人、オーラがあるよね、みたいな感じにこう、例えば芸能人の人を間近で見たらすごい圧倒されるオーラがあるみたいなのがあるじゃないですか。そういうような感じですね。具体的にはどんなものでできているかというと、人間としてのパワーとかバイタリティがあるとか、自己確信があるとか、軸がしっかりとしている、自分軸がしっかりとしているとか、あるいはこう困難を克服してきたそういう経験がある、そういうさまざまなものによってオーラの総量、相対的な、全ての量っていうのが決まってきます。で、ご自分が行動によって今までにどんな成果を生み出しているのかというのを探ってください。で、そしてそれを強化していくことが必要です。方法としてはですね、強み、ここでもよくお話しているご自分だけの強みを知って、そしてそれを、使っていく、磨いていくということです。で、強みの中にもいろんなものがありますが、絞って圧倒的に使っていくっていう、圧倒的な成果が出せるものに絞って集中していく、あれもできる、これもできるっていうね、こんなこともできる、あんなこともできるってなると、こう力が分散してしまうので、上位1位2位に絞って、ホースで水まきをするときにこの先のところを絞るとか抑えると水の勢いが強くなるじゃないですか。ああいう感じで、集中して圧倒的な成果を出していく。もう一つは断言する力をつける。これはこう確信がある、自信があるように見えていくっていうことなんですけれども、なんとかですって言い切るのと、なんとかだと思うんですよね、なんかそんな気がするんですっていうのだと、やっぱり断言している方が力が強い、相手に伝わる力が強いですね。で、何でもかんでも断言すればいいのかというと、そういうことではなくて、ご自分が断言できる分野とか物事っていうのは何だろうっていうのを探って、まずその分野、その物事から断言するということをやってみてください。はい、そして次ですね、オーラを強化する。具体的にどういうふうにするかというと、このオーラの中には人としての信頼性っていうものがありますから、そういうものを磨いていく、やり抜く姿勢を見せるとか、実際にやり抜いていく、そして行動量を
まあ、圧倒的な行動量がある人っていうのはやっぱり他の人から見た時に、あ、すごいなって思われますよね。まあ、そういう行動量を増やす。これ全部必ず全部してくださいというわけじゃないんですけれども、もちろん全部できる方はされたらいいと思いますが、その中でやっぱり自分はこれができるんじゃないかなっていうところから取り組んでいただいたら OK です。はい、でオーラの中には生命力とか、生命力が強いとか、切り開いていく力があるとか、あるいは自分の中の確信にアプローチしていく、どんなことを確信が持てるのか、そういうことをこう、ね、アプローチしていくということですね。他には価値基準を探って、その価値基準に基づいた、思考とか選択、決断、行動をしていく。他にはですね、いろんな分野で経験を積んで、それによって、まあ、経験とか体験を重ねることによって人間力を磨いていく。そして、気力、体力をつけるということです。はい、気力は体を動かします。そして体力は、気力、精神力をつける、まあ、体力もつけていただけたらいいんですけれども、まあ、そういうふうな力をつけていってください。で、強みや心の強みをそれぞれに磨き続けることで、その人のオリジナルの権威というものが正しく発揮されるようになります。まあ、言ってることがなんか多くてよくわからないなと思ったら、自分の強みを探ってそれを磨き続ける。で、もう一つは自分の心の強みを探ってそれを磨き続ける、人格を高め続ける、まあ、この2つを両方をやり続けていくと、その人らしい権威というのが発揮されるようになります。はい、今日はこれまでです。